にちは、えっちゃんです。今日は先日ですね、トゥールズお茶の水店で、カゴに入れられるだけ10分間買い放題をしてですね、まあ、3万円近くの買い物をしました。そちらでですね、私が買ったおにりぴ必須、みんなにもぜひおすすめしたい画材を紹介していきたいと思います。今回紹介するのはね、本当にね、私が何回も買ってよかったと思うものしか紹介していきませんので、まあ、一部友達がおすすめしていたので買ったものもありますが、本当にね、お絵かきが大好きだ、そんなね、みんなにはもうぜひ一度買って試してほしい、そんな商品を紹介していきたいと思います。では早速紹介していきたいと思います。まずはですね、コピック、コピックもね、よく使う色を、買い足したって感じになりますんで、具体的に何番のコピックが多いのかなっていうのを紹介していきたいと思います。こちらですね、今回買い足したコピック、コピックスケッチブックとコピックチャオですね。まずですね、こちらの細いコピックチャオというやつはですね、今回ね、せっかくなんでこちらのコピックの、パンフレットを見ながら紹介させていただくんですが、コピックそもそも何色あるんだいって思うと思います。全部でですね、何色かと言いますと、全358色となっております。ただですね、自分で色を作ったりとかもできるので可能性は無限大となっております。で、コピックチャオ、こちらはですね、価格1本あたり275円となってます。で、こちらですね、私がよく使っているこの楕円形の方のコピック、こちらはコピックスケッチといってですね、418円、ちょっとお値段高いんですが、私が一番使いやすいと思ってるサイズ感と容量となっております。他にもこれね、四角型のもコピッククラシックっていうのもあるんですが、個人的にはやっぱりお絵かきを描く人にはお絵かきはチャオかスケッチがいいと思います。で、今回私が買い足した色で鬼リピーカラーはですね、まずは E の000番、 E の00番、E の01番、E の02番、ここら辺はですね、私が描くイラストの肌色の部分によく使うカラーとなっております。で、それの肌の関節の部分だったり、ちょっとピンク寄りにしたい部分とかに使おうと思って RV4 にこちらも買い足しました。で、部分によってちょっと使うかなっていうこちらのちょっとね、E の04番、こちらはですね、ちょっとピンク寄りな色になっています。で、髪の毛とか洋服でね、意外と茶色系を使うので、こちらの茶色系は E25、E74、E29、 こちらを買いました。で、もうやっぱりね、人間を描くことが私多いので、E の000から E の02番ぐらいをめちゃくちゃ使うということで、こちらですね、コピックインク、はい、みんなね、これはね、あんまりね、使ったことないんじゃないかな。絵描く人でもね、相当絵を描く人だけ結構使うイメージです。こちらは別売りの、カラーボトルを買うことでカスタムカラーの調合もできるんですが、自分の持っているコピックを補充するための補充インクとなっています、こちらは。で、こちらはスケッチだったらだいたい7回補充できます。チャオだったら9回、そんな感じでね、簡単にアルコールをマーカーのインクを足すことができるので、一番使うカラーとかだったらこれね、1個あたり418円で、これとこれ同じ値段なんだけど、これは本体とかね、2部ペン先とかがついてるから418円で1回分入ってます。このインクはこれを7回補充できる分入ってて418円、つまりですね、これを1回買ったらそれ以降はもうペン先がダメになるまではこちらで補充していった方がコスパは最強なんですよ。みんな知らなかった人もいるんじゃないかな。なので、私がね、以前紹介するときにこのコピックインク、まあ、自分のオリジナルカラー作れて楽しいんだよっていうことしか紹介できてなかったんで、ここでね、学生のみんなとかは多分やっぱりお小遣いでコピック買うの大変だし、まあ、せっかく買ったコピック使い終わっちゃったなと思って捨てるの本当にもったいないので、インクの補充してね、ペン先がダメになるまでは補充できるし、ペン先自体も別売りでね、売ってるので、例えばコピック の、 ペン先、筆みたいになってるところのペン先が、潰れちゃったりとか別の色混ざっちゃって使いづらくなったなって思った時は、
そのブラシ自体も418円で3本入りとかで売ってるので、ぜひそちらを買って、差し替えて使ってあげると長く使えるし、コスパもよく使えると思いますんで、皆さんぜひね、トゥールズお茶の水店とかコピックのホームページ見るといろいろ書いてありますんで、ぜひゲットしてみてください。続いてこれね、コピックのエアブラシの、エアブラシ用のスプレー缶ですね。でこちらはですね、私は本体買ってたんでスプレー缶だけ補充という形で買わせていただきました。でこちらのエア缶が990円となっております。まあ、初めて買うんだったらエア缶直結セットっていうやつを2640円で買ってもらって、そちら使い終わったらこれを買うって感じがいいと思います。私は今回そんな感じで買いました。続いてこちら、はい、こちらはですね、友達に勧められて買いました。こういう金箔っぽいホイールって私ネイルアートの時にめっちゃ使うんで、100円ショップで買ったものとかは使ったことがあったんですが、100円ショップのホイールに比べてこちらの方がねしっかりつくだったりとか、このホイールフレーク自体のクオリティがやっぱ高くて、おすすめですっていう風に友達が言ってたんでちょっと買ってみました。まあ、こういうのなんで買うかっていうと、イラストとかでね金箔を貼ってあげたりとか箔を押してあげるとですね、かなり雰囲気が変わったりとか、まあそうですね、ちょっとアクセントになるんですよ。まあ、例えば和装のね お姫様みたいなの描きましたとかっていう時に、上から金箔でねちょっと装飾してあげると、こう前の装飾キャラクターがいて背景があるから奥行きがイラストに出たりだったりとか、ワンポイントになっておすすめです。こちらクロッキーブック、まあ、クロッキー帳っていうねすっごい薄い紙がいっぱい入っているやつで、美術系の高校とか大学に行ってる人はねよくご存知かと思います。あと中学生でも美術部の人とかは知ってるかな。無心でひたすらいっぱい絵が描ける自由帳だと思ってもらえればいいですね。すごくおすすめです。私は、中学生から高校大学ぐらいまでで自由帳代わりにすごく使ってたんですけど、もうねもうサクサクいっぱい描けるし、無心で描けるし、アイディアノートみたいにもするし、まあ、もちろんね結構、まあ、委員会だったりとかサークルのメモとか普通に文字書いたりしたりとかもして、もう自由に自由に使ってみました。でこのクロッキーブックをねたくさんねこういっぱいねなってくんですよ。どんどん溜まってった時にこう昔の絵とか見てね、あ無心で描いた絵こそねその時の画力が一番出るんで、あこんなに絵上達できたんだなみたいなのを振り返って見ることができておすすめとなっております。ぜひゲットしてみてください。これはですねそんなに高くなかったと思います。続いてこちらケント紙、これも何回も紹介してますね。ケント紙は私はですねケント紙スケッチブックっていうこのシリーズを毎回使ってます。このメーカーのケント紙が一番私はすごく使いやすいなと思ってて、でサイズバリエーションも結構いろいろあるんですが、私はこのサイズ B5 サイズが一番お気に入りです。 B5 サイズをですねこうマスキングテープとかでちょっとサイズをね自分の書きたいサイズにこういうねマスキングテープを貼って、はみ出さないようにして、その中に絵を描いてっていう風にすることが多いですね。とにかくこのケントシリーズ、結構いろんなバリエーションのサイズがあったりとか、まあ、パストカードサイズはね何回も買ってるんでパストカードサイズのやつもあるんでそちらもチェックしてみてください。リピ買い商品じゃないんだけど気になって買っちゃったもの、こちらアーティストトレーディングカードっていうねケントボードが売ってたんでこちらも買ってみました。買ってみたんだけどこのサイズ感とかアーティストトレーディングカードっていう文化がすごくいいなと思ったので、ぜひみんなも買ってなんか1枚自分のアートボード、ミニミニアートボードを作ってファンレターとかと一緒に送ってくれたら私すごく嬉しいなと思いました。で私もこういうのをたくさん書いてなんか人と交換したりだったりとかテイクフリーで置いたりとかしてみたいなと思いました。続いて絵を描く人たちね、こういうペンだったりとか普通のね文房具も結構使う人いると思います。であとはマスキングテープとかそういうのがね自分のさトートバッグの中とかバッグの中でさ散乱したくないじゃん。いろんなものをまとめるときに私が前回トゥールズに行ったときに買ってすごく気に入って人にもおすすめしていたもの、今回リピ買いで大量に買ってしまいました。このフラッティっていうバックインバッグがねすごく私おすすめなんですよ。これね本当にグッピンとかにもおすすめしたんだけど、これ画材をまとめるのに私はノートとか画材まとめるのに使ってるんですが、これ普通にね
なんだろう、子供がいるママとかバッグの中結構バラぐちゃぐちゃになっちゃうタイプの人にすごくおすすめしたくて、マネさんにも買ってあげたくらい、もうプレゼントした、あまりにいいものすぎて。何がいいかっていうと、このねサイズバリエーション、あとデザインとか色もいろいろあるんですよ。まあ例えばですね、これだったらこっち開きのがあったり、こう縦開きのがあったりするんですよ。でね、まあカバンの中にボールペンそのまんま入れたりするの嫌じゃん。こうやってペン入れたり、まあこういうねマスキングテープ入れたり、はい、こんな感じで結構収納できるんで、これをねカバンの中に入れば細かいものも全然かさばらないし、で裏にねちょっとしたポケットがあるんで、例えばこういうところにこういうねちょっとした紙類とかね差し込んで、例えばプリントとかもらってプリントとか入れるとこないなって思ったら、こういうところにちょっと入れといたりして、本当にまとめられるんですごくおすすめで、ちっちゃいバッグもね結構使うので、こちらのちっちゃいサイズで本当に文房具、ここに書いてあるような文房具を入れるだけのも買いました。これはねノートとか入れるサイズで、これはまあもうちょっとこまごましたものを入れるよう、でこれはもう半分ペンケースかな、私的にはそういう感じで使おうかなと思って買ったサイズですね。もう最小限のちっちゃいものとかね、まあ、あこれとかさ、マスクとか入れるサイズにもいいよね、絶対マスク入れたりとかリップ入れたりとかもいいと思います。中身が見えるところも私のおすすめポイントになってますということで、私のリピ買い商品系をね、人に合図も全部紹介したんですが、リピ買いじゃないものでもねちょっと買ったものをサクッと紹介します。これはもうほんとサクサクっと、はい、マスキングテープ各種、そしてこれね、私が普通にがっつりねキャラクターの絵とかじゃなくて部屋に飾る用の絵を描くために買った、油絵とか用のペインティングナイフ、そしてジェット。ジェットっていうのは何かっていうと、まあこれモデリングペーストにもなるんだけど、アクリル絵の具と混ぜることによってこうアクリル絵の具を立体感出させたりとかできるんですよね。これをですね使って絵を描こうと思って買いました。はい、で、あと、あ、これも、まあ、リピ買いっちゃリピ買いなんだけど、こういうね、ミニサイズの額縁を買いました。あと、これ、すごく気になって買った商品なんですが、これは、書くを楽しむっていうね、文庫本サイズの方眼のノートですね。私はこれを日記にしようかなと思って買いました。気が向いた時とかね、特段何かあった時に書く日記って感じですね。って感じですね。ということで今回の画材紹介、本当にね前半おすすめした商品たちはマジでおすすめ、これおすすめなんでぜひ使ってみてください。ということで今回の動画面白かったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そしてえっちゃんにおすすめしたい画材とかもあったらコメント欄によろしくね。ではバイバイ。みんなちょっと聞いてくれー。3月1日はえっチャンネル4周年ということで生放送します。生放送は3月1日の19時からになりますので、ぜひ皆さん参加してください。 YouTube ライブみんなで盛り上げていきましょう。そしてねプレボチャレンジだったりとかちょっとした企画だったりとかいろいろやるんですが、そちらは楽しみにしていただいて、皆さん19時から時間を空けておいてください。そして3月6日、こちらはですねえっチャンネル4周年のイベントをやりたいと思います。なんとゲストはりっちゃん、りっちゃんと2人でですねイベントをやっていきたいと思います。オンラインイベントなんで全国どこからでも参加することができます。ぜひ3月6日の夜90分間、そしてチェキ付きのイベントとなっておりますので、ぜひ参加概要欄の方から応募してください。みんな待ってるよ。バイバーイ。